西方山椒魚は、優美木山椒魚か聖方山椒魚属に分類される有魚類。本種のみで西方山椒魚属を構成する。カザフスタン南東部、中華人民共和国の順河流を争う山脈模式標本の産地は、旧ソビエト連邦セミパラチンスクだが、現在は本種も分布しておらず基地の分布から離れていること。 本種の生息環境である産地がないことから疑問視する説もある。以前はより広域に分布していたと推定され、アルマトイ周辺の先進予行機の地層から本種と推定される化石が発見されている。全長14から21.3センチメートル。体型は頑丈。体側面に入るシワは左右に11から13本ずつ。尾長は東道町よりも長い。尾が 側編し、先端は鈍く尖る。背面の色彩は、高化色や暗、黄緑色、海緑色などで黒い斑点が入る個体もいる。水中にいる個体は単色になる傾向がある。陸上にいる個体は、温度の上昇とともに明色になるとされる。目は大型で、眼睛が突出する。全顎骨と尾骨の間に小さい隙間がある。 上顎の垂れた皮膚は、口角周辺で発達する傾向があるが、季節や個体変異もある。上顎中央部に並ぶ歯の列は、歯、地上。肺はあるが、耐火的。あとは5本。講子のあとは5本。染色体数は 2n イコール66。妖精には、指跡の先端に爪状の突起がある。爪は褐色。2001年に、形態や角型から、 竜産生魚族竜和と偽産生魚族、ーデヒノビアスの構成種を2006年には頭骨や染色体数から硫酸生魚竜和シシを本属に含める説もあった。複数の分子系統解析では本種は中等産生魚族パラダクタロドンと姉妹群を形成するという解析結果が得られている。標高1500から3200メートルにある主に 川幅1から2メートル、水深30センチメートル程度の消化性お及びその周辺にある草地に生息する。本種の環境は、もともとは新葉樹林だった場所が草原へ移行した環境であることが示唆されている。水生傾向が強く、水辺の苔の上や草地で活動することはあるものの、水から11メートル以下までしか離れないとする観察例もある。夜行性で、昼間は、 水中の石の下などで休む。9月中旬から10月上旬に冬眠を開始し、翌4月下旬から6月上旬まで冬眠を行う。植生の約35.9から73.8%を水生動物が占める。幼虫は水生の無脊椎動物を食べる。繁殖形態は卵生。4月下旬から8月中旬に経流で 胎になったら乱納の中に76から106個の卵を煮入れて産む。参照魚科の多種と異なりオスは製法を出しその上にメスが産卵するとされる。一方でこれを疑問視する説もあり、飼育下でオスが卵納に縫製したと思われる観察例や北参照魚で報告例のある単なる粘液解とする説もある。卵は3週間で孵化する。 陽性で少なくとも一度は越冬し、翌年以降に変態して幼体になる。生後3年で変態することもある。生後5年で生成熟すると考えられている。中華人民共和国では民間療法で粉末にしたものが薬用になると信じられている。森林伐採や農地開発などの生息地の破壊、放牧による影響、漁業による混濁。 研究用や薬用、ペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。ありがとうございます。